メッセージをいいただいております。はいえー、先日、福岡市元に行きインクルージョンさんのことを知りました、はい、お笑いを生で見るのは人生で初めてでした、うん、トップバッターがインクルージョンさんだったのですがとても面白くその後もライブを楽しむことができました福岡とは少し離れた場所に住んでいるのですがまた今度インクルージョンさんを見に行きたいです主演後もインクルージョンさんもよかったなと思いツイッターなどもフォローしラジオにたどり着きました、うん、最初にラジオを聞いていたときは米沢さんの坂下さんに対しての言動に少し当たり強くないとヒヤヒヤしましたが <laughs> 会を重ねるうちに米沢さんしっかりしてるな、偉いな、坂下さん頑張れという気持ちになってきま <laughs>、うん、人の掛け合いが今では大好きです。最新回の総監図は今までで一番聞いてて楽しかったですし、もっと聞きたいと思いました。最近では金曜日の音楽がお楽しみにお仕事頑張れてます。いつも楽しいラジオありがとうございます。これからもインクルージョンらしく頑張ってください。ありがとうございます。うい,ういいメッセージです、ねいや。いいメッセージありがとうございます。<laughs> まあだから、その、真面目会がこのキングオブ・ レディオライブ、K.O.R ライブでも真面目会が結構上位やって、うんね、でも真面目会から聞くのはおすすめせんね。いやそうなの、ね。あれから聞くのはマジで。はい続いてです、えー。ラジオネームミオンさんから、坂井さん、米沢さんこんにちは。毎週放信楽しみにしてます。お二人に相談があります。私には双子の姉がいます。 会話の中で双子だと話すと似てるの写真見せておたやっぱりお互い考えること分かったりするのと食いつかれることが多いのですが私と姉は二卵性なのもあり見た目も性格も好みも何もかも違くて双子らしいエピソードが一切ありませんただそのことを正直に話すとああそうなんだねとなんとなく微妙な雰囲気になります勝手にハードルを上げられて期待外れみたいな反応をされるので気にしなくていいと思いつつも何だか申し訳なくなるのでいい答え方があれば教えてくださいと、うん。 なるほどね双子ならではやな勝手にそので期待が上がるだから、まあ、マスク美人と一緒やな、はい、勝手にこっちの期待でマスクを外したら、ね、ああってなるみたいな、まあ、偏見からのってことやもんね、うん、まあしかもこれは仕方ないしなその双子でめっちゃ会う人もおるはおるから、うん、だからこそやっぱ残念感がなんか出てしまうっていうこれありますかなんかいやだからこの偏見系に関しては俺もあるわその、うん な多分お前は絶対ないと思うんやけど、うん、芸人としてそのまあ例えば飲み会とか、うん、行った時になか芸人やからもうその向こうも明るい感じで来るのはいはいなるほどねでも、まあ、プロになったらわかるといろんなタイプの芸人がいるから、うん、まあこいつはそういうタイプじゃないと思ったらその芸人同士だとなんか接し方変えたりとかあるやん,うん、うん、でもいきなりなんか「おっ!」 みたいなそしてもういらってくるその芸人という偏見だから誰でももう「ええ」ってこうノリんだノりよくやってくれるみたいな芸人といえば明るくてうるさいとやめてくれってことやろで何レッテル貼られるやんそれをやらないイコール「あなこいつそうでもねえな本当に芸人かよ」みたいなもうこれがねもうちょっとね腹立ついやでもそれは俺もあるよ えでも俺別にその裏というかそのまあ言ってしまえば例えば新しく行ったバレエのチームとかまあその全然知らない人たちのところでは別に「えー!」と俺やらんしあやってないんやだから俺これが俺の悩みなのよえそう,もうそもそも米沢大使というものが元気でうるさいというイメージがあるだからこれ知ってる人でも 俺が元気じゃなかったら、うん、米沢恭変やわってこの間のバレエの時俺別に元気じゃないかったとかでもない普通に体調は元気なのに何、うん、か大志恭変やわ怒ってんのって言われたりするの、ねうんまあ、怒ってない <laughs> だから俺でもそういうことはあるよあるし別に <laughs> いやまあねでなんか、うん、まあ詳しくバレエの話をするとジャンプフローターからフローターサーブに変えたん俺は。うん ジャンプフローターっていうのは飛んでからサーブを打つサーブがそこから飛ばずに普通のフローターサーブ飛んでから打つサーブは試合で打つ決めるサーブっていう感じだけどフローターサーブってんかこう言ってしまえば手抜いて打ってるサーブなんよジャンプフローターからしてはねこれもちょっと別に見だけどフローターも別に手抜いてるわけじゃないけどジャンプフローターと比べたらフローターは手抜いてるみたいなイメージになるずっとフローター打ってたら今日怒ってたからフローター打ってるんやろみたいに言われたんよ <laughs> でも俺はそうじゃないのよ、でもバレーもあ,あるあるなのよ、うん、なんかちょっと手抜いてプレーするみたいな、なんか不機嫌だったらみたいな、うんうん、これあるあるなんやけど、そうじゃないと別に、俺がずフローターを打った理由は、うん、ジャンプフローターで点数が決まるとラリーが続かんや。 その場バレーってラリーが楽しいからそれを続けたいからって言ったらいや納得はできんけど理解はしたみたいな言われてなんそれ俺はそんなつもりないのにみたいなスパイク打ってやるんですっていう偏見まあだからに悩まされるのも仕方ないゃ仕方ないから双子なんですけど似てないんですよって先に言う。 あもう先に言っちゃう、うん、<ー>双子なんですよ「え似てるの?」ってなるまでに「双子なんですけど似てないんですよ」うん、か「似てない双子です」でももうなんかそこの次元に来たらなんか「うの」みたいだけどね「う<が>の」も最後の一枚になったら「うの」って言わないかんけどせこ、うん、いやつってその「う一枚になるの」ってるから、ねうん、はいって言ってないのこの「うの」と「うの」って言ってないのこのせ、うんうん、めぎ合いみたいな、うん、だからそんなバトルになる可能性もあるんですよちょっと勝負してみるどっちが早いか ああ俺の双子なんですよか、うん、あ双子やけど「似てな双子です」って言った後に「似てないんですよ」っていうのか「うん、お前の似てるんですかが」が、うん、どっちが早いかだから俺がミョンさんになるってことね OKOKOK いやあじましていやーあの実はうち双子なんですよ「似てないんですうのっ」いうのっ,つって言つとるやないかお前キングオブ・レディオンインクルージョンのハンガーハンガー なんでうのっつってんの。てるかにいたないかよ。っていうこともあるんで、ぜひこれを、これをね、試してみてください。まあ、これでいいんじゃない。似てないけど、双子なんですよ。先に言う。それでいいと思います。はい。セルフレジの話しようか。セルフレジ。ね。うん。最近ってか、もう何でも。いや、まあ、取り入れられてる。ずっとあるけど、この。セルフレジのさ。 レシートいらないボタン欲しくないないな、確かに。わかりますよね。この領収書か、レシートかボタンしかないのよ。俺別にレシートいらないから。なんか高い、例えばコント道具とかの時は領収書いるけど、いらないから別に俺レシート。なんかハローデーでなんか弁当買うだけでレシートいらないじゃん。その時のレシートなしボタン欲しいよな。確かに。だって、店員の場合は聞かれるもんね。レシートとか、こっちから言ったら向こうは下げるやん。 この言,言えないのよこのボタンをね俺は欲しいわけいやでも俺こう最近そういう機械系で思うのはレシートいらないボタンつけちゃうとまた機械に新たな能力が加わるってことない人ができる、うん、俺これめっちゃ怖いんよ何何いやだから機械はもうレベルアップしなくていいのもう怖いのよその人ができることを何でもできるようになってほしくないわけ俺一番怖いのは空気を読み出すというか わかる。俺か、カー俺、俺、ちょっとね、あの、ナビとかしてるときにナビミスってくれてちょっと嬉しいよ。よっしゃ、まだこいつら、人間の地位に追いついてね、ってな名前も未知間違えるときあるやんけ。いや、まあ、で,あでも、それ人間の方が正確やん。なんか人間の地図の方が。その、いいちゃんと出してるに頼るときはあるよ、全然。いや、でもそのミスってくれたら、なんか、よっしゃって思うでもただそ、このナビが、次の角右です。あ、左ですとか言ったら怖いよ。あって言ってるよ そう間違いに気づかれたら俺はゾッとするけど飛びすぎ話がだからその新たな能力は俺は付け加えんでいいかなっていう思ってるわだからそのままでいいわいやでもその新たではないやん別にまあその既存の機能になで付け加えれそうやん 最新の機能ではなさそうやんで、ね、いやいやな俺でも結構怖いわわざわざこのさお釣りでジャジャジ,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 ャジャって出たあにさ、うん、そのビーンって出てくるこ,ここのビーンのこの時間が俺はいらんと思ってる、うん、でもそれで言うとその友人レジは、うん、レシートも一緒に持ってこいと思うけどなはな、うん、<laughs> 何何何友人レジそ,そうその人がいるレジね普通のレジ、うん、はそのそいつの判断でレシートを渡さんときあるやん ああ、なるほどね。いや、それは、その、俺がいらないって言うまで待てよと思う時もあるけどな、別に。ああ<ー>。でも逆に、レジ側、俺働いたことないから、レジ側からしたら、いらないですじゃなくて、その、お客さん側の下の不要なレ,ジレシート入れに入れろよと思われてるとも思ってるし、別に。ああ、そうなそれもあるけど。あるんだからそう,そう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 。あ<ー>なそれはある、俺の中では。あ<ー>何やった、さっきの怖い話。いや、だから、その機械が、機会がなかったかのように、レジの話を戻したけど。<laughs> いや 世界が進歩しすぎた、俺もちょっとなんか。最近怖くなって。じゃ、もっと手前の話で怖い話の、その。なんか、一回あった体験談とかで行けや。<laughs> 何や、ずっとあったら怖いよねっていう。いや、だから、もう能力をこれ以上、もう手に入れないでほしい。いや、わかる、だから、そのホテル清掃とか、そういうのが全部、その。ガストのあの、猫ロボットとか。で、そういうのとかが、はい。 やってきてじゃあ、お前はそれに貢献できるようにバイトせえよ。嫌よ、それは。それ、そういうことやんか。<laughs> それは嫌だ。それで人権、人が削減してんだから。それは仕方ないよ。まあ、仕方ない。<う>あだから、あれぐらいやったらいいね。もうこれ以上。もうだって。そんなだからそ、それ以上の行,く行き着く先を言えよ。だから、この、お前が思ってる例えば、そのガストで、猫、猫っていうか、ロボットあれやん。うん、あれがこう持ってくるだけや、まだ。うん、でも、こういうのが気を使い出すというか。 やったら怖いなと思うこの持ってくるだけじゃなくて、うん、他他の席も見渡してああそこなんかお部屋欲しそうだなと思って勝手にお部屋を持って行ったりとかいいめっちゃいいやんいやでも怖いんだよこれ配慮されたらもうなんで機械の方が上なんだからいつか追い越されると思ったら俺もうゾッとするのよめっちゃいいやんそんなでも逆に怖いぞ知らないだってそれこそ働かなくてよくなるよ働かなくてよくなるけど俺はもうなんか あもうとうととここまで来たかって俺はだからそれを超えてきてロボットの方がおもろいとかなったら嫌ってことやろやだからもうそういうのを言ってきけ<や>俺らに身にしみる体験いやだから近づいてるってことはイコールそううてこて言えよそのいやでもこれ言ってしまうともうみんな怯えちゃうからいやだからそれでいいのよその俺にはその怖さがなかったからいやいやまだ怯えさせちゃいけんわみんな言ったよもう怖がるから だからそのお前の怖いを誰も共感できなかったから共感させてよこっちも共感できたくないできんがいやだから今だからその漫才とかに置き換えた時に自分の仕事を奪われる恐怖ってことやろいや自分の仕事を奪われるというかいやロボットが水ないっていうところに俺のテーブルに水持ってきてくるのめっちゃ嬉しいぜロッキーいいと思うよなんだ人間の気の使い方をそのしてほしくないなんでいやだからもう いいよいよだ今職業の話やん職業、うん、この職業いらんとかじゃなくてもう人間がいらなくなるいやってなったら逆に人間とロボットがセックスして共存しロボットの赤ちゃんとか生まれ始めたらもう最高やでロボットの赤ちゃんとか生まれだしたら次、うん、人間が作ったっていう、うん、頭になってるから、うん、あの何ロボットたちは、うん、でロボットがあの主役になる時代を作るためには、うんうん、この作った 人間たちを滅ぼそうって考えになるんんなんだ滅ぼそうってなるいやその自分が上になら,、ね、な,らないからいやそいつらが自分が上になる時代を勝手に作り出すだけで俺らを滅ぼそうとはならんやろ別にそのロボット同士の子孫とかが増えていくってことやろ、うん、いや増えてって、うん、でどんどん上のやつはそのロボットはもう本当に権力持ちたいってなってる人、うん、例えばロボット 同士のロボットが総理大臣になりたいと思い始めたらでその人間やんこっちは。だからロボットが 人間をただから自然消滅してロボット脳が多くなってって人間がだんだん減っていくのかロボットと人間の戦争が起きるのかをはっきり言えよなんだ滅ぼすってどっちをいやだか,だから戦争もあるし消滅もあるしだからいろいろだからもうら人間の脳を手に入れられたらもう。 終わりなんでもそれは人間が与えた知識知恵やろだからそのそれを超えてきたらってことやろそう俺はめっちゃいいと思うぜマジ怖くね俺はまず一つ言うとしたら、うん、そんな時代に俺らはもう生きてないやん100%あそうだからホッとしてんのまだその段階でよかったなっで、で生きてないやん、うんうん、だとしても俺らの時代でそれが来ようがそのロボットと友達になればいいやん そのロボットと付き合えばいいやそれが当たり前になってくるってことやろでも友達まあ友達になるイコール人間みたいな関係は生まれるわけやからいいやそれいつか嫌いになるってなったらっいい、うん、だからロボットは人間よりできることが確実に多いのよなんでえだってまずもう死なないやまずはいや破壊はできるやん別にいやもうその機械だからどうとでもなるのよあだって修理っていうものがあるからこっちも医療があるやんいやでもその 再現があるその一番上の治療一番上のものがある最低限でロボットは修理さえすればもうんとな命がないから粉々にすればいいやでもそれも修復できるまあだとしてだからあったらもう人間なんてバラバラになってもう終わりやでもロボットはその可能性があるってことでもうロボットの方が勝ってるんだから怖いやんか で別にそのロボットがいないでロボットの世界になっても別に良くない俺それでもいいと思うよ別にロボットが総理大臣なのかロボットの定員だろうがロボット,とトに歩み、まあゆみに歩んで仲良くすればよくないまあだ,からだから俺らは今俺らはね生きてないからだから今安心してるよそのいやんいその時代になったとしても俺らがその時代に生きてても。 でそのだが今の時代に滅ぼされる可能性があるいやというか今お前が勝手な想像で滅ぼされてるけど共存もありえるわけやろいや共存もありえるかもしれないでもそっちを考えんと別に俺そっちを考えてるからめっちゃいいって言ってることああもう俺ダメだネガティブにダメだネガティブに考えてるおもうやばいだ,ダメだ。怖いってなるマジでゾ,ゾッとするだからもう,もうレ,レシートはもらうよ俺は はい、レシートはもらう。い,いやいやこの話やったな、そういえば。<laughs> レシートはもらえますよ、俺は。どうも、米沢です。坂下です、えー。皆様、聞いてくれてますか、うん、金曜日、インクルージョンのハンガーハンガー。どうですか、坂下、えー、ぜひ、みんなで聞いてください。お願いします。いや俺はレシートいらないから。いやそしたらもう、滅ぼす。じゃゃ飛びすぎだだから、そのレシートを。えー、じゃおもんないわ、こいつと話してた、えー、レシートを。 いらないというこのボタンは、えー、人間を滅ぼすのボタンです、ね。何を言ってんのお前。違 <laughs> いの問題はんか共感が、まあ、か共感してないかの話したいだけなの。だか,だからこういう話をしたかったなんだこいつ。えー、面白くね。その、違う、なんかうまくいかかったわ。<laughs> <laughs> 腹立つわ、マジで。いやだからそ、だからもうダメだよ。その機械系の話は今後は。 いやだって水運んできてくれたらめっちゃ嬉しい <laughs> いやいやもうめ水運んできたらもう滅ぼされるだって自動運転の世代 <laughs> 時代とか来てるわけだもう滅ぼされますれ何がだ怖いもう自動運転もうぶん殴りてえマジでだからこれがお前俺がロボットやったらもうぶん殴ってって意味ないぞ、うん、そのボコボコンすればいいや破壊すれば武器通ればいいいやめっちゃ硬いぞお前ロボットなんてでしかもビームとか放てるぞこっち いやだからいやこれはロボが作る違う違うだからそれはその消滅しようとしてるやんその考えにならんっつってんの何 <laughs> <ロ>でお前は勝手にその戦う系のロボを作ってんのいっぱい,いその考えにならん人間だってこの普通に生きてて武器作ってるよ人間が、うん、ってことはもう作るよだからその武器を使わないロボットを考えろよいや考えてもロボットが人間の 知能を持ち始めたらだから気を使うわけ、うん、自分で考えるという行動を持ち始めたら、うん、もう人間っていうことだろいわゆるそう人間の考えやったら、うん、もうその人間のその何そのなんだその能力をその取り込めてなくても、うん、その勝手にそういうだからお前はその,のそっち側のその今 各世界で行われてるでかいことを考えてるってことだろもうでかい。こと今目の前で俺とロボットがラジオを撮ったらめっちゃおもろいと思うぜ。<laughs> めちゃくちゃ面白い。面白いく <laughs> くそーイライラするこれはおもろいね。確かに。お笑いだともうロボット。何にも楽しくない,いロボットはもう最高よね。<笑>お笑いだともうレーザー放てるから。何にも楽しくない、こいつ。<laughs> <laughs> 痛くい <laughs> ね、空気を読めるようになるお前が読めやだからそ俺らはその考えにならないのいやその考えにならないというかその考えもあるよあ<ー>その「言 o u t u j かそういう映画もあるやん、うん、あるあるめっちゃあるあるやんだから、うん、そういうことはあったとしてもそっちを考える必要がないって思っちゃうよまあじゃあ自分たちがそういう方向に持っていけばいいみたいないや持っていけばいいというかそっちだから 俺らはその、端的に言うと坂下さっき言ったように今、その段階じゃないから安心して喋れるっていう話でね行くと。うん、その いい世界の方を考えててるってだけ、うん、お前は悪い世界を考えてるって両極端の話し合いしてるわけ、うん、今俺らは決着はつかない戦いをずっとしてるわけや <laughs> 真逆だからね決着はつかない戦いを今してたわけってどっちも起こりえるから、うん、そう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 だから俺は例えばその仕事が減るフその人件費削減のためにロボットでよくなってきたとしても、うん、今独立ができる世界にあの社会なんだから、うん、別にその人は別に自分のやりたいことをやっていける。 バイとか,なんかそういう考えになったら別に人間とロボットは共存できそうやなでもお前は人間とロボットが共存していくつき先にそのこの,あの人間の世界を支配したいロボットがふと現れた時にそっち派のロボットが権力を持ち始めるように人間を倒すっていう考えになるってことよ全くないわその考え。こ <laughs> これはねと 2>, 2対2で飲んだよ女の子と久しぶりじゃない前もあったよねいつ飲んだっけな先週ぐらい俺が知り合いの女の先輩やって高校の先輩ねおもろかったアホなのよの先輩が連れてきた友達がんなんか芸人さん「え何、ー? <laughs>」 何何みたいなでも舞台立ってるんですか「うわすごい!」みたいな「いでな全見に行きたいです」みたいな「えー、サインしてください」「うわー何かないかな?」って言って回路を出してきて「これいいですか?みたいなこれに」みたいな「これに? <laughs>」みたいな「ね、全然いいですよ」って言って、うん、ペン持ってなかった時に「すみません店員さんマジックないですか?」みたいなってマジックバーンって借かりかてなんかマジックに俺のサインと鉄の線パーってたら「うわー初めて芸人さんからもらった」って,って泣き出したよえええええええいえええええいえいえ めっっちゃもろかった普通に、うん、でその子がなんかもう,こうお酒も弾んできてまあちょっと下ネタも交えてこう逸品トークとかしてくる行くやんねその時に芸人さんみたいな感じだったから「芸人と付き合うのは俺マジでやめとった方いい」って言ったんよ。って言ったんよ。まあ例えばえ俺やったら借金があるとか先輩デート中に先輩に誘われたら先輩行かなきゃいけないとかあと。 次の日に仕事が急に入ったりするから1ヶ月後のディズニーデートとかいう予定が立てれないその1ヶ月後の日に立ててたとしてもその日に仕事が急に入ることがあるからキャンセル料とかがバカバカしいやんっていうデメリットあるからもう絶対やめとった方がいいみたいな「えーそうなんですね」みたいな別にその人と付き合いたいとかも思ってなかったし僕は俺にね俺と付き合いたいとか思ってなかったけど芸人ってこういう大変さがあるんよって言ったと俺が軽いボケをマジお酒が入ったらしょうもないボケやけど。 おしかも俺はもうバリアリチンって言ったんよ。うん、だからもうやめた方がいい。みたいな、このお酒が言ったら冗談ってね。ね言ったら、その女の子が急に、え、私も1位って言い出したんよ。<laughs> なになに,なに,なにどういうこと私も1位。意から、うん、え、私も1位、うん、1> めっちゃ強いです私もみたいな。 急に出してめっちゃテンション上がったよさっきまで「えそんなそんななんか結構大変ですね芸人さんも」みたいな感じだったのに「え私もめっちゃ強いですよ11」みたいな言ってきて「はいはははわ俺も全然分からない意味はい何が?」って俺言ったら「え強いんでしょ?」って言って「何が?」って言って「いやいやマリカ」って言われたよ俺のバリアリチンが「マリカ1」って言われてで急に俺がデメリット言ったとにしかも俺マリカ 1! って聞こえたよそれに天使さんがって「<laughs> 強い強い私も一位」マジ意味わか,かんない意味わかんない魔法やねマジで <laughs> 恥ずかしいよそんなピュアな子に血、ね、世話な,なんか下ネタ言ったと思ったら、うん、めっちゃ恥ずかしくなってなんか俺が <laughs> 確かにねか <laughs> マリカ一位って言ってる子に対して俺バリアリチンとかなんか,なんかやめようと思ってこんなしょうもない <laughs> な冗談ぼケみたいな めっちゃおもろかった酒飲みらマリカしかもさマリカ1位って聞こえとったとしても私も1位とはならんよ。やうそうゲームって違うからなそれがめっちゃおもろかったなマジでっていう回もあったし最近結構ねいい飲み会があったそれでいうとこの間おとといまあ4月3日に一人の女の子がうん 社員さんでね辞めるっていう話になって3月31日末でもう結構芸人さんに愛される社員さんが辞めちゃったやんやそれの送別会を僕主催でやろうって言ってでえーカーネギー澤と同期のねで後輩のトランジット新たデミキン淳メリコンドロチーバーイースト・リョージローあと太宰え11人か合計でであの中須の宮島っていうみんながこう芸人がよく行く居酒屋でもう11人で。 もうみんなでこうああってんでしかもあの時のこのライブはこうやったとかだからやめちゃうその社員さんが今やから言えるあの時はこうやったとか実はもうこの人のツッコミが面白いんですとか逆にこのライブはいやちょっとまだまだでしたねみたいなのをみんなで話す会員になってめっちゃよかったでその後にあの カーーネギーさんが次の日 NHK でロケやったから朝早くから帰ろうってなって俺一人が全員後輩になってしまったわけよだからあのその後じゃあどこ行くってなった時に卓球バー行きましょうみたいな,なんか卓球ができるしカラオケも歌えるバーみたいな。 ところにもうこっから送別会一は終わりでみんなでじゃあ最後楽しい思い出でも卓球していいしカラオケしていいしお店に迷惑かからない程度で飲みましょう乾杯って言ってもうそっからもうお客さんが一組いたかなぐらいなんか常連さんみたいな人がもうほぼし切き状態でもぶわーって騒いだら4万えその機会でそれをでも一人やもんだから社員も全員後輩やったよねでその芸人ももちろん後輩からう一人ともだからもう本当にない。 金が金<は>3万いやばいな返せ元もい元カノでも返せないなっていうのがあって沢はその1時間出してくれたけどね、うん、半分でででもそんな金が関係ないぐらいもうめっちゃおもろかったね、まあ、みんなで洗いすぎてなんかこうカラオケの ところで「青春は見事になるし俺たちは」とかバーって歌るときに「おーし」のところあるやんその青春終盤でで向こうで卓球しょる芸人も全員で「おーし」って社員さんも含めて言ったりとかでなんかカラオケ芸人あるある,あるでなんかカラオケを入れて「これ誰?」みたいな「これ誰歌う?」誰歌うみたいなで予想外の人がパッて立って「お前かい」みたいなやつをやるときに「誰誰?」みたいなのやって。 あの4月に入社したばっかりの,あの佐藤あゆちゃんおりやん、<laughs> こっしゃってくださいねが奇跡の時急に立ち出すのよ <laughs> お前かい! <laughs>」めっちゃ無理だったそれは面白いわお前、ね、顔分かってたらも,もっと面白いよなそうその顔というか予想外,予想外今までこう飲み会も初めて参加した子が <laughs> その急にパッて歌いして、ね、<ー>奇跡の。 奇跡を入れた瞬間に誰誰誰だってなった瞬間にその子が走りたいって歌いますめっちゃおもろい。やっぱ芸人の飲み会がね、やっぱ一番おもろいわ。いねうん、面白い。え、それもう自分発信いや、それはね、わからん。その自分発信かもしれないし、自分発信だ。でも俺の隣で立ったんね。で俺は指示してないけん。あ、そうか。そう,そうそうそう。聞こえてるはずだもんね。またその隣やった、うん、そうそ,う,そ,う,そう,うすごいな。面白いねい俺、あれ聞きたいんやけど、真鍋と坂下で行ったクルメツアー。あー、クルメツアー、知ってたね。ね ああ、米沢の元バイト先の大正院と餃子の王将1日で二回も行ってあ行きましたよ本当にまあただねもうその日も雨最悪遠足をお前温泉もいたのよ有人の有人の夢懐かしいな友人のあれも気持ちいいやんか最高で昼に行ってでも露天風呂つかるやんプシャ雨え露天風呂使った瞬間ややももうばい 濡れまくってでその後その最後、えー、王将行くから上がってまだちょっと時間あったのようん、うん、夕方ぐらい焼肉も食ってるから、ね、焼肉夕方だあったからじゃあ喫茶店かなんかでじゃあもう話すかお前は久留米ラジオで話してくれたあの篠原コーヒーここ行こうってなってあの一番街のとこ全部俺のとこで、ね、そうそうだからお前がそ, <laughs> そこ行こうって言ったらもう篠原コーヒーって閉まって雨ザーン <laughs> 濡れながら走そんな大雨や,ったいやめちゃくちゃ大雨よいやなんかやばかったかまあでも真鍋楽しいって言ってくれていや,いやそうそう俺にも言ってきた、うん、その坂下さんと米沢さんの地元の久留米に行ってきたんですけどみたいな、うん、俺なんか「餃子の王将」うん、あのこのラジオでも何回か話したことあると思うけどあのオ,ムいオムライスじゃねえや天津チャーハンな天津チャーハンめっちゃうまかったですみたいな言ってくるよ いや大正円の感想を言ってほしいわいやいいやんかお前いややわんか餃子の王将うまかったですみたいないやいやこっち大正円の人やしいや上よ大正よりもふざくんなお前いやいや王将ランクで言うと大正よりもキングお前絶対キングの方が強いややわマジでなんか大正円もうんかんかいや大正円うまかったやろって聞いた大正円も美味しかったです逆だよね大正円もおいってでわれるのね大正円もおいしったですねなんか。 高い高いしなであと真鍋で言うと相関図の話のあのに「痛い」ってこけてお前に抱きついたするふりをするみたいなくだりがおもんないみたいな話してそれ以降俺にするようになってきて「キモすぎる」って言ねキモすぎるよお前やめろやそれ冷めるわこっちめっちゃ笑うやつだから逆効果なんやそうそうそうそれでやってるのは分かってるよこっちだってだから俺はもうその何すかしパターンもやるよ俺たまにうん なんで「おお後輩うま」とか言ったりするそしたらだんだん減ってくるスカーシーあんま嫌いやからいやいい,い,いいよ別にその技術対策だか,らだから俺スカーシーって呼ばれてるまだええからもうほんとよくなくしてるわ <laughs> お前じゃあこれとんでもない話するよと、うん、んでもない話するけど送別から飲み会でいい、うん、ストよオジローがあ「先輩ってことは誰の仲いいと?」って聞いたら「うん 坂下さんと武蔵さんですかねって言ってきたから俺がねまあ相方がおるけんよその場に坂下という相方がおるけん俺が「いや最悪の二人組やな」みたいな「お前そこと仲良くすんなよ」って言ったらみんな「いやそんなことないでしょ」とか言わずに大笑いしてたよ、うん、<laughs> ってことはもう思って思われてるよ絶対にでも最近はもうおらんよね武蔵とずっとなんかいやてかもう機会が減ったというか も武蔵がなんか営業とかロケとかラジオが増え始めてるもんね武蔵もそうそうもうたださらに増えてきたからもうだ,、うん、だからその時間が合わないから、うん、まあってことかな劇場で会うってなったらもう中村真鍋が多いかなまあでもまあいや、まあ、劇場では会うやん武蔵とかも、うん、したら話すけどまあでもマジプライベートとかではもう真が多い真鍋が多い真鍋,がで真鍋はさその新築というか引っ越したやんそこに泊まったりすると 真鍋いやいやはやっぱそういうの結構セキュリティめっちゃ強いのよ本当に何が本当に強いらしい,いや意味わからんやろ久留米までさお世話、ね、一緒に飯行った先輩さ一、うん、日ぐらい影響止まりますとかないと、うん、いやだから俺も気使遣ってるのかもしれないそういうのなんかあんまりいいやその家行くのを気使遣うはわかるよ うん、その後輩だろうが関係ないんや例えばよ、うん、汚さないとかそういうのあれや、うん、なんかもう土足で入るみたいな昭和の俺いとかもする人もないや、うんそ,そういうのは分かるけど「うん、あいいですよ今日車ですかい次泊まってくださいよ」とかないと学べが合うから言わないね最悪じゃないです。ということでえメッセージと、まあ、フリートークの回でございました。 5月11日に単独ライブをやりますんで、米沢の誕生日ですので、まだどしどしチケットお待ちしております、ね。はい。よろしくお願いします。ということで、最後は坂下占いで締めたいと思います。4月27日土曜日の伊手座の運勢は、うわ、言おうと思ったけど、お前、こういうの信じないタイプやな。ゴール ねえねえ太宰って知ってるあイ太宰治のこと <laughs> その太宰じゃなくて分かったじゃあ太宰府天満宮のことその太宰でもなくてえー、それ以外に太宰なんて聞いたことないしもう <laughs> 福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ美女も最高ネタも面白いあ気になる太宰の「危ないトナイト g 聞かないとそうごはんお父さん